伝子殿、あなたは妖魔の情報に詳しいと聞いた。そこで尋ねたい。上田城と長谷堂城の間に妖魔の拠点はあるか。そうですね。最も危険なのは牛頭山の近くでしょう。そうか、やはり。俺と龍門殿が別れたのもそのあたりだ。太子時代、それはどういう。俺たちは幼者出現後行動を共にしていた。だが上田城と長谷堂城が危機と耳にし、それぞれを救援すべく別れたのだ。では龍門殿が傷を負っていたのは。俺と別れた後、敵に襲われたに違いない。その時と場所が今分かった。時を渡るぞ。長谷堂の戦いで龍門は倒れた。長谷堂城を妖魔に奪われ撤退する味方のしんがりを務めての結果だった。本来龍門ほどの名将ならばたやすく妖魔に敗れるはずがない。だがその時龍門は重傷を負っていたという。その怪我さえなければ助けられるはずだった。龍門の情報を求めた太子寺は、当時の牛頭山がかなりの危険地帯であったとの答えを得る。それを聞いて太子寺は思い当たった。かつて太子寺は龍門と牛頭山の付近で別れた。その後に、あるいは太子寺は過去へと戻る決意をした。龍門殿と別れたのはこの辺りのはず。さてどこへ向かったのか。太子寺殿、あれを。龍馬の軍勢に包囲を受けている一軍が。龍門殿に違いあるまい。急ぎ救援に向かうぞ。今こそ過去を変えるのだ。この戦に我が武運。急ぎ救援に向かうぞ。俺たちで龍門殿の未来を変えるのだ。いや、囲まれたか。瀬戸に向かわねばならぬというのに。メスだ。敵将太子真が討ち取った。このままでは。一段と冴えておいでですな。この槍にかけて。メス。リオル。敵将。打ち取ったり。さあまだ。足が落とせる。やむを得ん。天根一滴、敵中を突破する。すべては座興。素晴らしきご活躍。地で援軍とは助かったぞ。ここにとどまってローマに囲まれる。急ぎ脱出しよう。これぐらいにしといてやる。敵将討ち取ったり。リオールこれぐらいにしといてやる。なんと開始時殿か。上田城に向かったのでは。俺たちは未来から来たのだ。ロモー殿を助けるため。開始時殿が冗談を口にするとは珍しいことがあるものだ。以前のは冗談ではございません。お前は逃がさない。何だ失態よ。煩わせて申し訳ない。おお、一段とさえておいでですな。いいぞ、見事な働きだ。おお、一段とさえておいでですな。った。霊を伏せていたか。敵の援軍が続々と集結しているか。だがこの程度で彼らの心を折れはしない。ローマどもは残らず打ち砕いてくれよ。この調子で突き進め。おお、カンチタンと冴えておいでですな。せいぜいあがくがいい。敵将ハイスチーが討ち取った。アリオール旋風砲、いいぞ、見事な働きだ。行くぞ。一段と冴えておいでですな。この槍にかけてここで口当てろ。骨ごと噛み砕いて俺が行く。敵将ハイスチーが討ち取った。この調子で突き進め。この槍にかけてこう。座興の仕上げだ。楽しみ。ここをどけ。俺にはなさねばならぬことがある。やってやろう。骨ごと噛み砕いてくれよ。ハイスチーが討ち取った。本当を振りまく邪悪な風、ハイスチーが打ち砕く。我と戯れてくれ。風は吹き裂くもの。おお、一段と冴えておいでですな。まずい。九死に一生を得たようだな。審議を果たしたまでだ。廃止時殿、救援感謝する。いろいろと尋ねたいこともあるが、俺は急ぎ長谷道場に向かわねばならん。両毛殿、これだけは信じてくれ。たとえ長谷堂で危機に陥ったとしても、必ず俺たちが助けに行くと。承知した。太子殿が真偽を違えるはずがない。ではこれにて。これで過去は変わった。今度こそ両毛殿を救うのだ。よし。